やだ、ポッカ、下ろして父さん、父さんだ。ダメだよ。やだ、ポッカ、下ろして父さん、父さんだ。そうだよ。なんでこの会社がボーイジョージなんだ。ガールジョージにすればスッキリするのに。もうパパったら古いんだ。なんでこの歌詞がボーイジョージなんだ。ガールジョージの間違いじゃないのか。パパったら古いんだ。パパが子供の頃に西ドイツにロックが入ってきたけど、破壊的だって評判悪かったぞ。その通りかもな。パパが子供の頃だ、東ドイツにロックが入ってきたが、政府の目の敵にされた。年を取ったのかな。分かってます。静かに素早く関わらんな。あなたに教わったんですよ。私も年だな。分かってます。静かに素早くか変わってないな。将軍に教わったことです。私も年だな。俺たちに協力しろ。 OK。 俺たちに協力しろ。 OK。 OK。私を覚えてるかね、大佐。誰が忘れるものか、このゲス野郎。私を覚えてるかね、大佐。誰が忘れるものか、このクス野郎。手荷物はございますか。いや、これだけだ。お荷物はございますか。こいつだけ。お前は最後に殺すと約束したな。そうだ、大佐。助けて。あれは嘘だ。お前は最後に殺すと約束したな。そうだ、大佐、助けて。あれは嘘だ。その仕事をやったら。いや、どっちみち殺す気でいるのは分かっている。裏切りに気づかれる前に娘を取り戻すしか手はないんだ。俺にとってジェニーは全てなんだ。その仕事をやったら。同じだ。どの道殺す気でいるのは分かってる。裏切りに気づかれる前に娘を取り戻すしかない。今の俺にはジェニーが全てだ。怖い隠そったれ。当然だぜ。元グリーンベレーの俺に勝ってるもんか。試してみるか。俺だって元コマンドだ。はっ、はい、ら怖い隠そったれ。当然だぜ。元グリーンベレーの俺に勝てるもんか。グリーンベレーなんて朝飯に食ってたぜ。ちょうど腹が減ってたとこだ。娘はどこだ。クック。娘はどこだ。答えろ。飛行機、旅客機か。この住所には大きな倉庫が多い。そのどこかに飛行機を隠してるんだ。行くぞ。この車を使おう。どこに。航空会社か。レドンド通りには大きな倉庫が多い。そのどこかにアリアスの飛行機がある。行くぞ。フックのを使おう。俺が捕らえられていた場所だ。向こう側へ待って俺の合図を待て。分かった。俺が監禁されていた場所だ。向こう側へ回って合図を待て。分かった。この経緯度だとサンタバーバラの近くだな。北緯34°1分。よーし、経度はと。この経緯度だとサンタバーバラの近くだな。北緯34°1分、経度はと。くそ、あと5時間だ。繰り返す。こちら WX448、 カービー将軍どうぞ。緊急事態発生。聞こえるか。緊急。繰り返す。緊急。パーシー、カービー将軍に連絡されたし。まずコースを変えよう。繰り返す。こちら WX448、 カービー少将を頼む。
緊急事態発生。聞こえるか？緊急。繰り返す。緊急。直ちにカービー少将に連絡されたし。まず進路を変えろ。楽しみを気にしたくないだろ。来いよベネット。怖いのか？楽しみを不意にしたがないだろ。怖いベネット、怖いのか？やる。地獄に落ちろベネット。やる。毒気を抜いてあの世に行け。もう会うことはないでしょう。会うことはないでしょう。